さあ、えー、本日のアンケートですねあなたお家に入れなくなったことありますかまああのいろんな事情があるでしょうね。<laughs> ありますよ。うんとねこういう理由だねどうねどう思うね誰が悪いねみたいなね、はい、A があります、A、B がいやないです別にあの鍵を落としたこともないし、はい、別に中から閉められたこともないし、はい、B がないです。 えー、メールで参加する方は、hip.rokinawa.co.jp,hip.rokinawa.co.jp, at a m k r at a m k r、ok、co. 内容、えー。電話がですね、098-869-8640。はい。ファックスが098-869-2202となっておりますので、 今日もですね、いつものように1時までは A と b のパーセントがこんななるんじゃないのか、トントントンと言って予想もタッコはしてからに送ってください。見事ピッタシカンカンの方にはお米券をプレゼントしますので、T サーチに参加するすべての皆さんは、住所、本名、 電話番号、はい、そして郵便番号をタッカーしてからに張り切って参加してみてください誕生日は基本的に自己申告制ですが年長者の方は他の人が申告しても OK ですので1時までに番内送ってきてくださいお待ちしておりますよさあそれじゃあですねお昼のニュースいってみましょうか世の中どんななってるんでしょうか今日は報道部ニュースセンターから久高誠也アナウンサーですせ也 はいこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいセイヤーどうもありがとうございましたセイヤーさんはいお家に入れなくなったことありますいろんな理由があると思うんですけどああ入れなくなったこと、うん、鍵なくしたとかあーありますねはいありますはいはいこれないっていう人いるんですかね。 一応今のところはいいますすよあそうなんですね入れなくなったことはまあ鍵をなくすとかどっか会社に鍵おうちの鍵忘れたとか,忘れたとかあとはもう中から閉められたパターンですかね中から閉められるはないですね まあ、そう。今まではないです。今まではないし、これからはわからない。これからもないですね。これからはわからないってことですね。<laughs> はいはい。まあ、あの入れなかったっていうところで言うと <laughs> まあ鍵をなくすが一番なんですけど、うん、よくなくすんですよ。えー、結構な頻度でなくすので。うん であの鍵だけではなくてお財布も携帯もああららそよくなくすので、うん、入れるところポケットとかカバンの入れる位置とかは、うん、こう一緒にしているんですけどそれでも違うところに入ってたりするのでなんでねなんで酔っ払ってなくすすのいや、うん、違うんですよ酔っ払っ,てない酔っ払ってなくてなない酔っっ払ててくんでなくすの酔っ払ってないのにちょっと 手が甘いのかなって思ってるんです。何年手が甘いって <laughs>。手舐めたら甘いとかって意味じゃないですよ。うんうん、そうじゃなくって、あの、握力が弱いのか。<は>なんかこう、手の、なんていうんですか、範囲がよく分かってない時があって。うんうん、どういうこと。あのー、ほら、よく物にぶつかる人とか、よく転ぶ人っているじゃないですか。そういう人たちって。地面と足の長さが、多分、合ってないんですよ。センサーがおかしかったりとか。うん、で、僕よくぶつかるので。 だから足オールができたりとかとか壁にガンってぶつかったりとかっていうのが多くて自分の手の感覚があんまりこう鋭くない手元が手元が狂うのが多いそれが多いんですよ。初めて聞いたけどんか自分の思ってる感覚とちょっと違う。 届くと思ってて届かないとかはーはー逆にあこれ取れないと思ってたらガッて取れたりとか。えー、それ目が悪いんじゃないのあ目も悪いですよ目も悪いんですけど、うん、ほら人とぶつかるとかもの,ものとかに関しては、うん、あるって分かってるんですよ。 うん、分かってるけどぶつかったりとかするから人とぶつかるのはわざとでしょ違う <laughs> トラブルを起こそうとして <laughs> 違うの <laughs> 違う違う肩でボンと押したりとかそうそれはない<ー>それはないですよ<う>あの意図的にぶつかるっていうのはないですけどぶつかればいいなって思うことはある、うん、どんな映画違う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 あう違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 う あの人とぶつかってなんかお近づきになれたらいいなって思うことはあるあははははそうそうなかなかドラマチックにねあ,ーーあればいいなって思うんですけどえ手元が狂いやすい手元がそうでよくあのー、鍵を落とすとか、うん、小さい頃からそうだったんですよ速攻に落とすとか<や>鍵をほらほら えっと鍵を持っててそれを意識しながらあ手が滑ってしまったとか,もなんかテーブルに置こうとしてしまって下に落としてしまってとかだったらまだわかるんですけどそれはモーションの最中じゃないですかうん、うん、そうじゃないんですよ持ってて手からすり抜けていく <laughs> いいなそれって多分あれなんだよな持ってて自分でカバンの定位置に置いたつもりだけどそこに置いてないってことでしょ多分置いてなかったりうん 今まで持ってたのに、うん、手に手ないとかだからこれはもう絶対手元というよりは、はい、あなたがもうガサガサか <laughs> 超,超絶ガサガサなのかもうあの <laughs> やったつもりで他のところに意識がいってんじゃないの多分あ。でもそれはよくある。うん、だから道端でこうなんてう持ってたはずの鍵があれないってなって後ろ振り返ったら落ちてるとか。 なんねそれ。<laughs> <laughs> 絶対ないけどそれ。あったんであるんですよ <laughs>。いやいや落とした時きわかるだろ。そうわかる。わかるんですよ。わかるけど気づいてないんですよ。<うん S 2> は？なんでわかるけど気づいてないって。<そう S 1> だからね落とす落としたっていうのは見ればわかりますよ。はいはい。ないのに手の中に。うん。うん。そうないから落としたっていう感覚もないから。うん。 スライムみたいに多分どっかから逃げてるんだろうなって思ってるんですうーんわ <laughs> からんわからん全然わからん, <laughs> からん <laughs> うんだからそれは多分遺伝だと思うんですよねうちの母親もそういうことなんでする <laughs> 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 なんかアイちゃんも親のせいにしてたな <laughs> な違違うよ違うよだろうこんなの全部親のせいかおうところにちょっと安心感があった今よ,よかったなんかあったらみんなコロナのせいみたいな感じに言ってる自分んかあったらみんな親のせいみたいな <laughs> いやいやいやうんだから入れないっていう時は絶対あ,のあれなんだよほ他のところに行ってるんだよ、うん、ああ集中力がだああ、ま、からといって手のひらを離すかってったらそれはまた別ですけどうんあのほら 寝てる時に、はい、あのー、スマホ見ながら、寝落ちしたことってあります。はい、僕はないです。あ、ない。これをやらないようにしてるんで。はい、あ、そうなんだ。はい、仰向けで、うん、よ、あのー、スマホを、こう、掲げている時に、眠たくて。うん、バンって、顔に落としたことって、ないですか?。ないですね,ねも。もう、アホか。 ですね。そんな感覚に近いんですよ。僕の手からその紙なくなるって。ないですね。ないです。はい。あれないんですねこれ。はい。はいわかりました。じゃあいいです。今日分かり合えなかったということで。そうですね。これ僕はこれをやらないんで。すいません。はいわかりました。ありがとうございました。絶対よ。他のこと考えてるって。 うん、はいえお昼のニュースは報道部ニュースセンターから久高誠也アナウンサーでしたはい本日のアンケートをですねあなたお家に入れなくなったことありますかいろんな理由があると思いますよはい A ありますね出ちゃったんよもう謝ってねなんで謝ったのかな <laughs> B ないです鍵もなくさないしね中から閉められることもないですはい さあそして「えー、昼ボケ」のお題「なぜだかわからないけど」に続く言葉でボケてくださいいいですねおいいですこれ幅が広いですねなんかねいろいろね、うん、はいえ懸命に「昼ボケ」と忘れずに本日もアンケートを「昼ボケ」ともに張り切って参加してみてくださいゆたしくはい本日のアンケートですねあ,あなたお家に入れなくなったことありますか A ありますす B ないです いや、多分ね、えー、っとね、内側から開けてもらえないということは一回もないですね。うん、ほんとか <laughs> <laughs> ないです。はい。えっとね、鍵落としたとか、鍵なくした忘れた。どっかに忘れて、ああ、また戻らんといけんやしっていうのはあるはず。はい。そんなに深刻なやつはないと思います。よ。ほんとか <laughs> いきましょう。 好きマーク X ですこんにちは俺は一回もないから B もう前に義理の弟が鍵を忘れたのか酔っ払いすぎて開けきれなかったのか玄関外にあるバーベルでドアノブを壊したことがあったよいいえなドアノブ壊れてるから中から玄関開けきれずみんな窓枠から出入りしててさ本人は壊した後いなくなってたからね義理の父にバレてなく単に老朽化っていうことにしているから喧嘩にはならなかったけどねよくこれバレんかったな。<laughs> いや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 バーベルでドアノブ壊したらこれ老,老朽化っていうルックスにはなってないんじゃない多分あっちこっち曲がったりしてんじゃないのあらっさよはいありがとうございますダメですよ壊したらこんなもんラジオか言わんといけんば俺 <laughs> <laughs> 皆さん愛西極悪全人会15番目の男ですチンチロリンこんにちはうんアンケートへ 飲んでからだけどどこでどうなったのか家の鍵がなくてもう仕方がないから自分の車の鍵を抜いて車の下で眠ってさぁや明るくなってから幼なじみが見て「生きてるか」って言いに来た家族が出た隙にこっそり入ったけどなんでこっそりだったんかね安心えまた「えいやーこれ怖いよやー車の下ってまあ鍵ないからあれかもしれんけど屋根がないからってこと <laughs> 屋根がある方がいいってこと <laughs> 車の鍵があるんだ車で寝たらいいんじゃないの <laughs> <laughs> なんでわざわざ下で寝るの、えー、コンクリート冷たくて気持ちいいって書いてますけどマジか、うん、いや俺これちょっとこれは怖いななんかちょっと狭いところでもあるしなんかちょっと怖いなはい、えー。ヒープ遊ぼうルパン買いしたフジコちゃんだっちゃこんにちはうんあるっちゃ鍵を開けようとしたら鍵が 鍵穴の中で折れたのよ。ガビーンよ。ガビーン。自分では取れずにあたふた。家にも入れずあたふた。携帯で鍵屋さんをくぐって、鍵屋さんに来てもらったよ。ほー、今日は山下達郎コンサートに行ってきますよ。あ、今日行くのか。今日が本当に千秋楽なんですよ。ね、いや、もう楽しんできてください。はい。折れるっていうのよく聞きますね。はい。家の鍵、俺あまり聞かないけど、車の鍵よく折れるって聞くよ。 はいはいはい、はいそうなんですよだからもう折れたらもうこれは素人ではどうしようもないですねちょっとんはいありがとうございますそうねあ,あれもあるよあの古くなったらよ車のよこのドアノブあれがバキッて折れる時あるわ <laughs> <laughs> かる なんかプラスチックみたいな素材のやつあるさなんかこんな四角いあれ中食引っ張るつけてバキッと折るときあるよまあ、あれ折れたらだからもう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 あれよど,どこ掴めばいいバってなるからそうなんですあれも折れたら困るやつなんですよね <laughs> 皆様こんにちは内加盟と申しますこんにちは今日のアンケートの答えは A の何度もありますです今日のアンケートはもしかして100%になったりしますかねならないっすね全然ならないですねこれぐらいだよねはい 東京ドームで好きなアーティストのコンサートがあった帰り道に家の鍵を定期券などと一緒に丸ごと紛失しました <laughs> 終わったと思いましたが当時付き合っていたけど別れる寸前かっこほぼ壊滅状態だった彼氏が鍵をたまたま持っておりなんとか帰れました本当に最悪な彼氏でしたがその時ばっかりは仏に見えましたしかしすぐ別れました放送を楽しみに聞いてます <laughs> これも微妙だな うん、なんて言って連絡したんですかねうん男女の間柄で壊滅状態っていうのもあるんだね <laughs> ゴジラ出た後みたいな感じかも <laughs> はいありがとうございますまあでも素直にね素直にあの鍵開けてくれてよかったねなんかまたこれで一ともんちゃかったら嫌だしなんか所詮43歳ですこんにちはアンケート B 追い出されるとか鍵を落とすとか太ってるとかはすべて D N A 性なのでよかったと思いました。<laughs> はい。えー、<laughs> これよ追い出されるのとよ鍵落とすのも D N A ちたらデイジーだよや D N A の影響や鍵落とすの D N A ってあるかや。<laughs> はいありがとうございます。太ってるのはちょっとあるのかな。<laughs> 何でもかんでも整理したらダメよ本当に <laughs> はいコマーシャルですはいあのー「あなたお家に入れなくなったことありますか?」「A があります B がないです」でアンケートを取ってるんですけど「A、えー、や売りよ X にチェルシーさんがありますと」と小学5年生の頃家の鍵開いてなくて1階のベランダから4階までよじ登ったかっこ団地ね 危険が危ない。いや、これダメだよ。いや、これや。いや、スパイダーマンかや。スパイダーマンでもちょっと怖いよや。えぇノン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 やるなよ。当たり前だけど。はーっしゃい。デジャッサーや、まあ。ちょっとバラバラがでもやりそうではあるよな。やるなよ、ほんとに。もう落ちたら終わりだ、もうほんとに。 大阪からラジオ名前静かなサニー1300です。イープさん、こんにちは、こんにちは。アンケートの答え B。鍵2個使って入りますが、なくしたこともないです。たまたまかもですが。えお家の鍵 2, 2個使ってんのうん。え最近、勝手口をスマホキーに変えたから、それも予備として考えたらこの先もなさそう。スマホをリモコン代わりにして鍵代わりにするの。設定は面倒だけど、めちゃくちゃ便利です。なだよ、これ。知ってたスマホキー。 これな、これな、高級住宅。ですか。高級電子住宅ですか。<laughs> こんなの見たことないけど、マジで。あ、カードキーぐらいだったら、わかりますよ。うん、はい。静かなサニー千三百さんはデイジー、なん、なんだ。タワーマンに住んでる、もしかして。最新タワーマン。<laughs> うん、はい、ありがとうございます。すごいね。後付けもできるのかな。こんなの。 そうじゃないドアにまた後からもつけられるのかな。うん、いやしかもこれ携帯なくちゃ入れないってことだよね。<laughs> <laughs> もう一丁行ったんだななんか。<laughs> 皆さんこんにちは。今日も観光日和のラジオネームはバスガールです。やっはー。はいこんにちは。ちょっと久しぶりですね。今日のアンケートはありますありますの A です。しかも今年の5月ぐらいの出来事で。ほら私の家は基本的に日中は鍵か,かけないさね。分からんけど。これ言わん方が嫌だやろね。<laughs> だからいつもの癖で家の鍵を持たずに通販の支払いをしに夜の11時にコンビニに行って帰ってきたら戸じまりされてみんな寝ていたよね家のインターホーンをしたらみんな起こして私が叱られるからとりあえず旦那ちゃんにメールと電話したけど応答がまるでないん応答がないまるで屍のようだ <laughs> 寝てるんじゃないか <laughs> 仕方なしに車で待機して深夜の3時にトイレで起きた旦那ちゃんに気づいてもらって救出してもらいましたとさちゃんちゃん イーボさんお家の鍵って常に持って出かけた方がいいですね。どこに行ったんだ私の家の鍵っていうことで本日は以上です。んこれまだ見つかってないの自分の鍵。うーんはいありがとうございます。ちょっとはだけ出るからまあいいや鍵持たないでって言ってる間に閉められるってことですよね。うーん結構ね俺もこれあるからもう持って出るようにしてますねちょっとだけでも。変な話 ちょっと駐車場行くでも持っとーかんとあの自分のお家の鍵っていうよりもこの1階の玄関の鍵みたいなのがあるんですよこれが閉まってしまったら自分の家にも上がれないのでだから持たないとダメですねうんー、はい、この外に出されて鍵閉められて電話してもターンも取らん時のこの「いやちにわった家族 DG!」。 死にのんか一人一人足りないのなんでわからんばみたいなね、うん、皆さんこんにちはちょっと久しぶりの東京から春アットマーク沖縄中毒ですはいこんにちは元気ですかねうん。アンサー A です小学生の時の話ですが家の門限がめっちゃ厳しい家でしたが友達と遊ぶのが楽しい年頃だったので門限時間など守れるわけがありませんうん。だよね とにかく厳しかった母親で、泥んこで帰ると、うん、外の水道ホースで全身に水かけて流したり、時間には特に厳しく、ついに堪忍袋の尾が切れたのか、その日は玄関はもちろん、窓は雨戸を閉められ、家に入れてもらえません。雨戸を叩きながら謝っても反応なし、大声で泣き,さ泣き叫んでも、シーン。近所の人たちも、いつものことというので何にも文句も言わず、仕方がないので当時庭で飼っていた犬,犬の小屋、 かっこと言っても父親自作の小学生ならかろうじて入れる大きさの中に入っていたら疲れ果てて寝てしまい夜の10時頃まで締め出された記憶がありますそれでは本日もよろしくお願いします犬は犬はどこ行った <laughs> <laughs> 犬は自分のお家ちがないわけでしょ犬も締め出されてるし <laughs> 押し出し式で <laughs> はい いいですねタイトル「近所でも有名な鬼親」<laughs> まあ。あっちの山は毎回このだけいいよっつって。ね、はいありがとうございます。これ犬が気になるな。<laughs> どこにいたのかな、犬は。<laughs> 追い出されてから。ちょっと、これ俺の家だけど、つって。アイラブ86、N、の皆さん、イブさん、こんにちは。ニンソワルーです。こんにちは。アンケートを終え。 昔友達のお家で飲んで鍵を忘れ自分のアパートに入れなくなったなトイレの窓の鍵も閉まっておりキッチンの窓の鍵が開いていたので助かりました難儀したのであれ以来はいカットです <laughs> なぜかっていうと鍵の場所が書いてあるんですよね <laughs> フラーや <laughs> 普通こんなの言わんだろラジオでや <laughs> まあまあ人相ワルーンさんのお家がどこかみんな分かってるね分かってる人もいるかもしれんんしや <laughs> ええ フラーや中塾かチェンデーや。<laughs> ということあれやし今泥棒入ったら俺か出ることはやし <laughs> まあお家は分からんからあれだけど「<laughs> ダメだよこんなの書いたら <laughs> 俺が読んでたらどうするや」もういっぱいあれやんしろリスナーさんが集まってきてたんす <laughs> <laughs> あいやむきたかっつって「困にかげあるんだよな」っつって「<laughs> はいコマシャルです」 さっきあのスマホキーの話あったさあれ X 見てたら風立さんが私のうちもスマホキースマートロックだよすごい便利普通のうちでもモジュールを後付けできるよ簡単よなるほど後付け可能スマートフォンを紛失したりバッテリー切れたバッテリー切れた時のためにも鍵も持ち歩いてるよあ両方で開くってことねそっか すごいなあ今こんななんだなあ車のあのねキーレスみたいな感じね、うん、はいこんにちはワールドカップボイントケシです <laughs> トケシさんトケシさん増えてきてるよ言葉が <laughs> <laughs> なんで、ね、ワールドカップボインって <laughs> アンサー A まさに昨日の昼に入れなくなったさ辻駐車場で見送りして家に戻ったら鍵閉めたあるさ何がバイバイよ 電話も鍵もないから近所の人に電話借りて戻ってこらしたさおかげで昨日の夜は王様だったな、はい、<laughs> <laughs> 何ね昨日の夜は王様だったなって <laughs> いや昼こんな悪いことしかいや今日なんかもうご飯も美味しいの作れよっつってビールもデータかかってこいよっつってうん <laughs> はいありがとうございますそっかだ携帯も中に置いとったらちょっとパニックださ お俺うちの妻の番号なんで多分携帯の方俺覚えてないんじゃないかな覚えてます覚えてないよねそうだわけよ昔は覚えてたけどよもう携帯スマートかなとか全然覚えてないわけよやばいなあの事務所なん話番号かけんだ <laughs> あとラジオ機のあの,あの電話とファックスだからおうちかけじまって閉じ込ってられたらラジオ機なんで AD に「<laughs> ファックスで助けて」っつって「鍵 <laughs> 開けて」っつって。 えー、今は沖縄にいるひーさんこんにちはアンケート B ですないですねちゃんと持っています対策として落とさないようにちゃんとズボンのポケットに挟んでいます挟んでいますまた特に飲んでいる時には注意して何回も触って感触を確かめています落としたらすごく困りますかっこ一人暮らしだからねはい。今は沖縄にいるひーさんありがとうございますえ？お医者さんでいう食心ですよね 触って確かめるポケットに入ってるか鍵はい入ってるもう鍵握り締めながら飲むとかねで握り締めたまままたテーブルの上に置いてからまたどっか行くみたいなね <laughs> はいありがとうございます鍵だけはじゃあもうひっちり確認してるってことですね飲みに行った時危険なんだよな鍵財布携帯うんでやっぱ カバンもないとダメねやっぱ多分ね、うん、ご安全ご安全チームにゃほにゃほ人が近島あいですこんにちはさて今日のアンケートブラボーの B 嫁さんと一緒になる前要は実家に住んでいた時は自宅の鍵なるものを見たことも触ったこともなかったしっていうのも我が家は自営業基本休日は毎月第3木曜日のみね 年末年始もずーっと営業していたこともあるので、家族旅行する時だけ鍵をしていたのっていうのが理由よ。実家を出て嫁さんと暮らすようになっても鍵はお互い命名で持ってるし、入れなくな、入れなくなったなんてことはないよ。それじゃあヒープーさん、公開放送ジオラマを居酒屋ワワに置いてもらったので、ぜひとも見に行ってほしいので、ご安全ご安全。はい。これはもうちゃんと宣伝してますからね、ワワにあるよ、つって。はい。新勝さん、ありがとうございます。へー もうほぼ年中無休みたいな感じだったのかずっと空いてる自営業でそれもすごいですねうんはいありがとうございますはいじゃあコマーシャルです X モ、えートさんアンケート A と <laughs> 小学1年の時耳の遠いおじいが打ち鍵中から閉めてるってことね ピンポン押しても出てこないからどうにかこうにか2階に上って開いてた窓から侵入したことが侵入した後しばらくはおじいにバレないように泥棒の気分はちょった <laughs> <laughs> おじいを驚かさないようにつってね <laughs> すごいなみんな提言上ってるなまあ俺もあるけど普通にあのー、2階ぐらいまでだったら全然ありますね上ったことはもらあの時に。 うん、あのぬんりがあり水流れるやつ塩ビパイプあるさあれもよあの昔のお家はよあれまあまあ塗装してたわけうんあれ捕まえやすかったね <laughs> <laughs> やるなよほ <laughs> んなやラジオから捕まえやすかったからっつってかやるなよや本当に今のお家はまたちょっと建て方が違ってるからな 太郎ですこんにちはこんにちはヒープーさんティーサージのリスナーって買える家があるんですか <laughs> あるよやほら何何と思ってれば <laughs> れ今までで一番ひどいのやこれ <laughs> 本日のアンサー B です今住んでるアパートは鍵が暗証番号方式になっており物理的な鍵というのがありませんなので急な電池切れや暗証番号を忘れない限りは鍵が開かないということはありませんヒープーさんこの鍵の方式は キーシリンダーも機械的に隠れていて見えないので鍵を破られる心配もないと思っていたんですが長男が大声で暗証番号を叫びながら解除をしようとしますヒープーさん敵はうちにいますヒープーさんもオリジンの後輩の動きには注意した方がいいかもしれませんでは本日も楽しく聞いております何でこんな着地になる場合や <laughs> お父さん 二四五五だよね。<laughs> <laughs> うるさい、お前。<laughs> はい、ありがとうございます。最近これだね、やっぱりピッピッピッピだね、ラジオ沖内も休日その時、鍵閉まるんで、これなんですけどね。あたまに忘れますね。ねてやつってはい、ええー、ヒブさん、おざす、のらいぬっす、はい、こんにちは。今日のアンケート上。 鍵の紛失とか何かをやらかして罰的なものではないんですが中学生の頃に部活終わって19時頃帰宅家族誰もいない車もないどっかへ行っているようだ家の鍵かかっている鍵持ってないあの時携帯もない連絡しようもない とりあえず家と駐車場の間の中庭のような場所で23時間を潰しましたそして親と兄弟が帰宅おばあの家に行ってすぐ帰ってくる予定が時間がかかったとのことでしたあの時はスマホとかもないからどんなして時間潰していたんだろうともただただとるばってたんだはずねしかし今便利な世の中になりましたねはい野良犬さん ありがとうございます。これスマホないで三時間トルバッとるばっとけったら相当時刻どうや。<laughs> もう何、何やっていいかも全然わからん、これな、うんうん。はい、さあ、えー、続いては沖縄方面のおしゃべりキッチンのコーナーです。どうぞ。はい、一時になりました。ティーサージパラダイス、午後の仕事もですね。車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたします。さあ、えー、ババンのコーナー。 こちら。ラジオネーム、月明のちゃん姉さんの、56歳、初老の、ミーツーにババン。73円貸してって、微妙な数字言うのやめて。はい。多分足して100円にしようとしてるの多分な。<laughs> もう100円でいいやし。上がが73円。もう覚えてないよや。また73円返されてもや。 はいありがとうございます貴重面なのか何なのかよくわかんないですけどさあでは皆さんのお誕生日をですね晩御飯してからにお祝いしますよえっとねこんにちは小川ですよろしくお願いしますこんにちは本日11月6日56回目の誕生日を無事に迎えることができました 今年は波乱のスタートで年初めに人生2度目の癌宣告を受けましたですが不安な気持ちよりもなってしまったものは仕方ない絶対に治すぞという気持ちの方が強かったです。そうか 治療中は副作用もきつかったんですがラッキーなことに投与された薬が期待以上に効いて医師も驚くほどの回復ぶりで2ヶ月の入院の後無事に社会復帰し通院での治療を受けながら元通りバリバリ働いてます。すごいすごごいい 昔に比べ体力の衰えは否めないですが人生で最も楽しい50代をまだまだ謳歌したいですこのメールが読まれる頃は「大腸カメラ検査の真っ最中なのであとでタイムフリーで聞きますねこれからも番組楽しく聞きますねだからヒープーさんも体調に気をつけてずっと健康な体でいてください」ということで「おがんさん一個先輩になるのかそうかでもすごいですねかっこいいなああ驚くほどの回復ぶりうん はい、56歳のお誕生日おめでとうございますね。応援の意味も込めてやりますからねファックスティーサージパラダイス音中全略ヒープーさんリスナーさんスタッフさんこんにちはペリーのディハンと申しますはいこんにちはおいちょっと久しぶりですね、えー、昨日の日曜日はペリーと甥っ子力蔵の58歳と11歳のお誕生日でした金曜日にお,ふお袋あ苦労か迷いましたが 早く年取ったみたいなので今日にしました <laughs> 乙女心しさや高年期がぶっ飛ぶような運をお願いします本日のアンケートの答え B ないと思いますはいペリーの D ハンさんそして、えー、お一個力蔵力蔵とかっこいい名前だの。11歳のお誕生日おめでとうございますああはいでは。 ええ十一月六日月曜日お誕生日の皆さん、えー、週末かな昨日もいたのかなはいお誕生日の皆さんまとめておめでとうございます。えいハッピーバースデー。ふん<ー>ほう。はいお誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康でうんそしてでじ笑える楽しい一年になりますように。 おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っております。いいよ。おい。さあじゃあアンケート。うん。お家に入れなくなったことあります？A ある、B ない。ウミンチュハルサーさん。はいこんにちは。本日のアンケートアンサー A のあります。え最近の話。バイクのメットインに打ちかけしてしまい終わった。 家にも入れず歩いて往復1時間かけて嫁の職場まで鍵を取りに行きました「バイクのメットインに打ち鍵あるあるですよね」「ではでは時間まで呼んだ姉これもなうはいなんかあの閉まる瞬間スローモーションに見えるよねわ <laughs> かるちょっとまうああ待って!」っていうねガチャっていう音がするっていうね。<laughs> あれななのかなあののスローモーモションに見 <laughs> えるなあな僕原付も持ってるんですけど原付はめったいいんじゃないんですよもう逆によかったかなと思ってる俺は <laughs> はいありがとうございますもうあるある本当にあるあるえー、イブさん皆さんこんにちは、えー「私はオートロックの家には住みません」っていうのはコーラル金ぐじくさんなんで。<laughs> 一人暮らしで近所に友達もいないと施錠の締め出しは命取りです昔住んでいたアパートはオートロックではないんだけどドアノブの真ん中をポチッと押したら施錠されるタイプのドアでしたゴミを捨てに行く時にうっかりそのポチッっていうのを押してしまいドアを閉めてしまい家に入れなくなりました幸い家主さんが近くに住んでいたので早朝にパジャマ姿で大家さんに鍵を借りましたあちょっと恥ずかしかったですねうんこれ コーラルさんあれねわかるよドアのもの真ん中にポチッっていうのがついてるんでしょ昔ながらのあれ開けて外出るときにポチッって押して閉めたってこと <laughs> なんでよやうんこれ危険だよ朝ぼーっとしてる時とかゴミ捨てに行く時き何か考え事しながら捨てに行ったらこんななりがちだよなんか分からんけどはいありがとうございます これもなカチってしまってからあっ,ってなるよね音聞いてからカチッあい今書き締めたんじゃないみたいなあーねおーはいさイブさんメール採用されたら久しぶりの内地のピンゾロノリですはい先日はありがとうございましたアンサーあるあるの A オートロックのマンションなので出るには出れるけど鍵ないと入れないのよ つい先日も立体駐車場の鍵と一緒にしていて駐車場を動かしてつけたまま出庫しちゃって管理人さんから電話があって「ピンゾロさん鍵つけっぱなしで出かけたでしょう」って「とりあえずポストに入れておいてください」って伝えたはいいけど帰ってきて中に入れなきゃポストの中が取れない <laughs> これ意味なさよ <laughs> 夜中じゃなかったので玄関前で誰か帰ってくるのを待って事情を説明して一緒に入らせてもらいました多分オートロックなマンションを住んでる方あるあるでしょ それでは番組最後まで、ちまってください、うんあの。一緒に入ろう。ね、<laughs> おかえり。おかえり、待ってたよ、一緒に入ろうっつってね、誰かお前ってなって。いや、僕はあの南南、なんまる、なん、なんごのピンゾロですけど。こう、こう、こうで、鍵がないんで。空いた時に一緒に入ろうっつって。ね。はい。オートロックの家に住んだことないので。この感覚はよくわからないんですけど。あのね。 事務所がですねビル自体が最近オートロックみたいなのになってるんですよ時間が来たらあの出入り口の鍵が閉まるとだからこれそ,それ知ってたから、えっと、休みの日にそのビルに行って鍵閉まっっててると思ってたんですよで電話しても中のメンバーが取らないから「あいいやチャンスがや」と思ったら全然知らん人が内側から出てきて帰りよったんですよ。で帰ってこのドアがガチャって開くじゃないですか。 スッと出て行ってこの閉まるまでに俺ダッシュしましたからね「<laughs> 待て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 待っつってギリ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 で捕まえて「おっしゃ!」って言って中に入ったら「人志さん今日鍵閉まってないですよ」って上やがったら言われて「知らされるんだ」っつって <laughs>「早く言えや!」っつって「<laughs> お前なんかが閉まってろ」って言うから俺ダッシュしたのにや「閉まってないですよ」つってさあでは。 ワカタの曲を聞いてみようのコーナーですね。これこれをこれよね。これがアーティストよね。これ聞いたことあるよなんか。はい。これどんな人たちなんですか。元うんビッシュ<あ><か>ビッシュの人これ。ああああはいはいはいだるだるあの人だ歌うまい人ボーの人。ね、いやあもうすぐソロで出してるんだ。はいじゃあ一曲アイナジエンドで キリエ哀れみの酸化入りましたはい本日のアンケートですねあなたお家に入れなくなったことありますうん A ありますよ B ないですはいいろんな理由がありますよねはい物理的理由精神的理由 <laughs> えー、心はいつも前向きでおなじみティーパラネームトモブンですこんにちはアンケートチェーンの A うんや,やりましたか、ね、ゆっくりドア開けてあの絶望感ないよねヒープさん。<laughs> 俺に振らないで俺ないから。あと嫁は次男が捕まり立ちしたチャ茶ー秋ーぐらいにベランダで洗濯物を干していたら次男が笑いながらカチャってかきしめて家に入れなくなったことがあったよ。次男は喋れるわけもなくジェスチャーしても開けることはできずにパニックしていたらたまたまアパートの住人が通ってどんなんしたか忘れたけどなんとか家に入れたっていう話してたな。 コラが小さい時は本当に目が離せないから怖いのよね、はあ、こう立ってベランダのこのアルミサッシ立ってあのお母さん外に出たら危ないから遠閉めてるんだからこの鍵を打ってあげるっていうね見てたんだはずな大人がやるのな、はあ、<laughs> これこの時の,あの奥さんのあれ中から見たいっすよね <laughs> 鍵を、こうこねてあげてからに。はあ、みたい。だから、鍵、こっちだ、これ、これ、これこねてあげてから。あんなのしのしの、お、レジオーバーにやるさ。<laughs> <laughs> 鍵って言っても、わからんからね。単語時代がね。うん、ヒーブさん、こんにちは、たまちろです。こんにちは。阪神タイガースが何かしたんですか。<laughs> 全然興味ないな。全然興味ないな。優勝ゾーンどうや。 さてアンケート B ででも入れなくなくるところでした。自宅で妻が外出していて当時2歳の長男と一緒に留守番をしていたんですけど外のポストを確認するために玄関から出たほんの数秒ですけど息子が家の中から鍵を閉めてしまったんですよこれあるあるなんだな。 でも、もしものために財布の小銭入れに裏口の鍵を入れていて、それで裏口から入ることできましたよ。財布持ってたからよかったけど、それも持ってなかったらと思うとゾッとしましたね。では。はい。玉廣さん、ありがとうございます。やっぱ、二三歳やばいな。一番気をつけなきゃいけんな。立つこともできるし、鍵も閉め切れるからね。うーん。わざとじゃないの もしかして分かってて閉めてんじゃないの？分 <laughs> かってた。ら怖いよな。<laughs> えー、<laughs> こんにちは。ちゃまちゃまです。こんにちは。今日のアンケートへ双子の息子たちが4歳ぐらいの時におもちゃを片付けないので、もう捨てる。欲しかったら。 もうお母さん出て行け」って言うから「分かったじゃあお母さん出ていくからね」って一歩玄関に出た瞬間二人で一致団結二手に分かれて家中の鍵を閉められたことがあります <laughs> 出る真似をしただけだから裸足だしほんの数分間だ,だ,だけだったはずだけど自分の家に入れないってかなり焦りましたやるね息子さすがこの母の息子ねえはい すごいな一歩出た瞬間に二人でいやあ甘しめれ甘しめれっていうこのね連携 <laughs> <laughs>、うん、捨てる捨てるおもちゃ捨てるよ捨てれじゃ出てけよお前っ,つっていうのがやっぱチャマチャマさんのお家っぽいですよねなんかひぶ <laughs> <laughs>、えー、さんはじめまして石川のちむぐるさんですおありがとうございますすいませんじゃウェルカム石川のちむぐるさん チム・グルさん参加じゃ、じめまして、ウェルカムいいスペシャルバージョン。ありがとうございます。メンソーレ答え A です。うちの玄関は引き戸ですが、出かける前に犬を玄関に入れて出たから、犬が鍵を閉めてしまって。<laughs> <laughs> 犬が鍵を閉めてしまって玄関の細い高窓からデブうの私が入ってやっと家に入れました。で時間まで聞いてます。死におりこわすサウナ引き戸の場合はよ、あれやんばいや。なんていうのかな。上下にやる鍵やんば多分。だから あの犬の中山をずばんにしとけっつって,って閉めた瞬間に暴れてガサガサするさ犬ってあれでガチャンって閉めたんじゃないかで犬は絶対よ下から上にはできないからよ <laughs> 絶対 <laughs> 上から下はできるさ逆は絶対できないからよ <laughs> あはこれ移動のところは危険だな犬入れるの危険やすさはさ、い、ありがとうございます <laughs> ガ,サガ,サガ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 チャンみたいなね うん、あいあいっても出ずない。ヒ、え、ブ、ー、さんリスナーさんスタッフの皆さんこんにちは。ハーメとハーモの娘です。よろしくです。こんにちは。暑いですね。11月なのに早く寒くならないかな。今日暑いよね。先週末ぐらいから暑いんだよな。さて今日のアンサーは A です。たまたま鍵を持っていなくて母と二人締め出しを食らってしまったんですよね。 でもいつも開いてる窓があるんで隣の家の方に許可を得て2階へよじ登り家に侵入することができました泥棒さんも入れるはずねで <laughs> でも、今日も時間までファイトです <laughs> これえす、ー。この経路は簡単にじゃあ侵入できるってことだからもう次から閉めとうかんと窓ターガルが見てるかもわからんし泥棒って多分見たらよあこれこっちつったってこっちつったってあっちから行けるなって絶対見てるはずだからもう次から閉めとうかんとねえ。 はいありがとうございます一応やっぱり女性でもこれやるんか都内の,のベランダから自分の家のベランダに何飛んだってこと <laughs> 渡れるってこと、はあ、便利ではこの時はあったけど危険でもあるなこれな、うん、はいありがとうございますみんな結構登ってるやしすごいなはい、あ みなみなさま、こんにちは。調子に乗った猿です。こんにちは。今日のアンサーは A。独身の頃酒を飲んだ帰りにカバンをどこかに置き忘れてしまったことがあった。あい,いえな。その中に家の鍵が入っていて困ったことがあったよ。<laughs> アパートの3階に住んでたんだけど、ベランダ側の窓が開いてたことに気づいて、1階から雨戸いやベランダの塀を伝って這い上がっていったさ。今考えるとよくそんなところ上がったもんだな。 その時は酔っ払ってたから気にしなかったけど、本当は高所恐怖症だったんで、なんでよや。シラフだったら絶対できなかったと思うな。それじゃあ今週もよたしく、デジやってんてや。いや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 。3回は無理ど。3回って何、何 ?10 メーターぐらいか。だいたい1回って3メーターぐらいだもんね。 6メータータぐらい2ー、2, メー,ター,2メー,ターだそうだ6メー,ターぐらいかいやー3回は俺ちょっと無理だなはいありがとうございますいやそれよりも何よりもこのカバン大丈夫だったかなと思うけどねうん <laughs> 白くなった時上から見たら紳士官だ。ぞ。わ俺こんだけ登ってきたばーっつって「<laughs> プルプルゼリーいちご味さん未来の私のお友達の皆様こんにちはこんにちは」こんにちは「アンサー A」 学生の時に鍵忘れて入れなくて、中にいる母も起きなくて、2階まで事の登ってやったことがあるな。登れる筋力に感謝したよ。双眼鏡でうっかり見られていなくてよかったな。どこから双眼鏡だよ。誰かからうん、はい、ありがとうございます。うん、これお、お母もよく寝てたよね。帰ってきてないでしょ学生のワラバーが。うん。 まあ大丈夫やさにみたいな感じ、はあ、ありがとうございます女子も登ってますねもうこれ関係ないスカートとかあんなの履いても <laughs> <laughs> マジで大変だよや <laughs> えー、ねえこれはいさあ一歩安心から86に進化の皆さん逆ャは滑ってもタイヤは滑らない p ブンやイビンこんにちは早速アンケートえあるよ昔は家の鍵閉めなかったさねまあまあ確かに閉めてなかったかな 二十、えー、歳ぐらいの時遊びに行って夜中帰ってきたらその日に限って鍵がかかっていて入らなかったさヤシが俺の部屋は2階で鍵をかけていないから家と車庫の壁をサスケのスパイダーウォークみたいに上がってから部屋に入ったさってことでねこれはこれ添付されてんのは本人の家ですかそ a サスケで「サスケでしょうね」こっち書いてあるからね <laughs> これこれ一番俺嫌だなこれ難しくない まだどっかに足かけてからに棒みたいなのを登るのだったらまだいけるけどこれよ上がっていくやしこの下から両方の壁に手ついて手と足ついて上がっていくさ最後どうしてんの最後どうしたらいいのこれ何か掴むのかこの壁伝っていって最後片一歩捕まえてこっちの手はどうすんのほいって押して。 こっちで、お、あ、あ,あ、そうか、足ついてるから、あ,あ、そうか、こ、手こっち行って。で、腕力で登る。うん、やるなよ。<laughs> <laughs> 壁と壁があるところでやるなよ、こんなの。うるせよ、や。これ失敗して落ちるんでしょだから。さあ、じゃあ。あ b 面パラダイスのお時間となりましたね。この時間は、えー、昭和平成を彩る名曲の b 面を紹介したいと思います。 はい、今日はですねヤンポーさんからのリクエストアミンの代表曲「松つの B 面「道しるべ」をリクエストということでうんうん昭和57年7月発売アミンのデビュー曲「松つの B 面ってなってますねはいそれではお聴きください、えー。アミンで道しるべ入りました いいですねレコードのパチパチはいえー、作詞作曲は松は同様に岡村孝子さんということでねえ昭和57年7月発売「えー、松はの美面道しるべと」とアミンの2人はデビューが20歳だったんですね大学生はあ新鮮ですねあのあれよね 松はのあのなな,なんて踊りというかステップがいいですよねよいしょよいしょっていうのねあれがいいですよねあ新鮮な感じはい。ひ、え、ぶ、ー、さんスタッフの皆様リスナーの皆様こんにちは小雨の大阪からアールスですはいこんにちはアンサー A です 小学生時代なのですが鍵を家に忘れて入れなくなり玄関の前で母親が帰ってくるのを待っていましたね当時はスマホがなかったので一人しりとりをしたりノートにいろいろと書いていましたね見た時の母は「お化けかと思った」と言われましたね「わがわがわらばもうやお化けってや」「あらさごめんなさい何で、ね、一人しりとりって」<laughs> <laughs> <laughs> あっ <laughs> <laughs> リンゴゴリララクダあのちゃんとノートに書いてからか <laughs> 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 まあかノートに書いたら確かに暇つぶしになるか確かにな頭の中でやったらあれかもしれんけどうーん。 この、<laughs> 外に出されてからの時間の過ごし方、みんなそれぞれと面白いな。3時間取るばってたっていう人もいるし、一人知り取りある人もいるし、スマホなかったらきついかなラジオ農事ぐじゃこさん、敗退、えイ、ー、アンケートトリプル a ということでありがとうございます。自分が嫌な笑ラバーしていた頃、母ちゃんをわじらしたら最強や中は、枕もたされて、家から NGTK。 と玄関前に立たされてドア鍵かけてチェーンもしよった自分は大泣きして開けて開けてしていたが弟は同じお仕置きでもありがとうございましたつって一礼して大通りに向かって歩いていきよったからあーばいした母ちゃんが勝ち見るって慌てて追いかけていきよったこれ作戦だなすごいなその頃は中野町飲み屋街は時効繁盛していたから夏休み時期は酔っ払いが自分家の玄関凛ヒッチ ピンポンピンポンしあけれあけれして朝ドア開けてたら知らんおじさんが寝ていたしラジオ体操行く時にも酔い潰れていたおじさんまたいたら嫌なわらばたやつって追いかけられてさや <laughs> いや追いかける元気あるばやすごいなおじさんよはいぐじゃこさんありがとうございます中の町かそうか酔っ払いがじゃあ朝起きたら結構いたんだあヒッチピンポンピンポンし <laughs> もう分かるんだよ多分なもう声で「ああこれ割ったやあぐなじゃない」っつって「また酔っ払い超ょうやつって「このなふどうすんのかなお前のお家じゃないよ」って言うのかな「ため <laughs> やピンポンピンポンそうか」って言うのかな <laughs> でも抜ペてるっていうことは近所の人なのかないろいろ考えるやつさこれアパートだったらよく聞くけどね「イ <laughs> ブさんハイサイスーパーゲリマンダーですああこれこれはいこんにちは」 難系統はあるあるるの絵割と最近あったさその日は家の鍵を持っていくのを忘れて会社に出勤したんよあれ絶対鍵は忘れんけどなまあどうせ家族の誰かが家にいるだろうからと気にもしていなかったさワンが家に帰ったら誰もいなくて玄関の鍵がかかっていて入れないでやんのその日になかなか誰も帰ってこんかったってば結局夜の1時過ぎにようやく妻が帰ってきたんだけどそれまでずっと車の中でスマホをいじって過ごしてたさ 妻からはばっかじゃないのそんなことしてるんだったら残業でもして残業代稼ぎなさいよって言われたよ <laughs> なんでよやまあまあ言われてるな <laughs> スーパーゲリマンダーさん <laughs> いやどうせいいね入れないでもう一回会社戻ってから仕事してこいってこと <laughs> 厳しいね <laughs>、はい、ありがとうございますうんまあスマホは 車とスマホあったからまだ良かったっすよねひぶさんスタッフさんラジオリスナーの皆さんこんにちは秋空が気持ちいいですね万歳しましょう陶器の陶工房の坊ヒューは旦那の名前を組み合わせて南城市大里で2人で家賃を作っていますラジオネーム陶房ヒューユッチですはいこの前読まれましたよねこれ読み方当たってるかって話したもんねうん、そうか 合ってるのかアンケートは A のあります。旦那班が病気治療で入院中に私は家に一人きりゴミを出して家に入ろうとしたら打ち鍵がかかり携帯もない入れない朝なので服もやーからちやドスピンでも冷静になり高窓が1か所開いてるのを思い出し脚立を使ってそこからめっちゃか体をねじらせくぐり抜けなるべく怪我をしないように家の中へどうにか入れて。 安心して心臓も爆上がりで数時間過ごしていると左膝が腫れて痛くて歩けないへきずりながら病院へ膝には血が溜まっており全治2位の生活ですよ2日かな旦那半は笑っていましたが私はあれ以来携帯は必ず持って行動していますさてこれから自分たちが作通した家賃を釜から出すぞ楽しみだり緊張する瞬間ですいや今週も千葉大家さですおおいいねはい ラジオネーム東坊ヒュうす。うん、これさまあまあまあ多分持ち家なのかなうんねなんか分かんないですけどこの高窓のようなタイプがどのタイプかどうや、うん、もうこれ見てからこれぎリぎり俺通るかなみたいなあんなところにある窓ってちっちゃいさね普通の窓よりね、うん、あとあれあのトイレとかお風呂に多い 下から前に開くやつわかる斜めに。四角の下の辺が前に出るやつ。あれもなんかよ、通りそうで通らんばよや。<laughs> <laughs> あとこの家の内側がどんなになってるかね。そう、トイレだったら多分この窓のこっちってあの水たまる四角やんば、多分大体。 俺なんかデイジャー入ったことある人みたいやし <laughs> あれがあるともしかしたらこのなんか入ってあれの上に手を置いてして次また便器の上に立ってとかいろいろシュミュレーションするけどよ。ムチカさんや <laughs> ああまたこの水のタンクの上に何かいい匂いするのとかあんなの置いてたらまたこれも邪魔なるしよう <laughs> 肩につけとかしてたらまたこれ全部邪魔なるしよう、うんはい。ありがとうございます。 <laughs> なんで俺こんなに具体的に分かるんだろうな <laughs> いやあっちは入れそうで入れないんだよなかなかはいじゃあコマーシャルです X 見てたらのんのんさん「懐かしい」「一人しりとりやってたな」<laughs> おなじみの「おっショッカー戦闘員さんもヒープさん「一人しりとりってやりません俺やりますよ」「ショッカー戦闘員がどの時間に一人しりとりやってるかこれ」 仮面ライダーと戦う前かへないっすね、うん、まあでも一人じゃんけんよりはいいかな <laughs> <laughs> まだ一人知りとの方がいいかな一人じゃんけんよりはイ、うん、ブさんこんにちはいつも楽しい放送ありがとうございますラジオネームラテラルシンキングですはいこんにちはアンケート A です 今日のテーマで思い出したことがあるのでメールしました。今から21年前のことです。朝、トジが仕事に行くとき、長女、かっこ当時1歳を、えー、保育園に連れて行くということで、えー、自分が子供を抱っこして車に乗せ、送り出しました。玄関開けようとすると、鍵が開かない。そうです。トジは無意識に鍵を閉めていたのです。その時の自分の格好は、パンツと T シャツ、かっこパンツはトランクス。どうしようもなく歩いて近くの実家に行きました。 近くには三郷工業がありちょうど登校時間歩いてる生徒が顔見超恥ずかしい出来事でしたでは時間まで頑張ってくださいいいえなトランクスと T シャツうい、はい、ん？これはラテラルシンキングさんが娘を送るときにトランクスと T シャツで送るっていうことですか 送ろうとしてたってことですよねほんで家帰ったら鍵閉まってたってことねうん。ラテラルシンキングさんが悪いさ <laughs> <laughs> だってトランクスでやトランクスと T シャツで保育園の送してたってことでしょこれ <laughs> ええなんで車だからどうして見えないからって <laughs> <laughs> いやいやいやでげいじゃやさやズボンは履くだろう絶対 <laughs> えー、皆さんこんにちはチューブのマンサーですこんにちは 10月に無事に5泊6日で東京観光行ってきましたおおいいですね家に入れなくなったことはありませんアンサー B ですでもラブホに入った時にコーラーを注文して部屋から真っ裸で受け取りの窓口に取りに行くけど取りに行った時部屋のオートロックがかかり部屋に戻れなくなりドアはどんな足でも開かないし妻の大声で叫んでも妻はいびきをかいて熟睡中 そういう状態が20分かな続いていて <laughs> なんとひらめいてコーラーの蓋を取って蓋で鍵穴をごちゃごちゃしているときなんと鍵が開いて部屋に入れましたなんとこの嬉しいこともう性欲もなくなりました <laughs> <laughs> イーブさんご苦労頑張ってください <laughs> うもうなくなるかなこの状態で失せるというかねそれどころじゃないというかね 中部のマーサーさんはい、ありがとうございますいい場明けよったな善楽 <laughs> はいでは行きましジオネームルパン買いしたフジコちゃんからのリクエストリサでリアライズ入りましたティーサージパラダイス昼にボケとこはいやってきましたよ昼ボケのコーナーということで今日もね一番面白いベストギリスト決めますよとはい。さあ今週のお題 ななぜだだかかわらいいけどに続くく言葉でボケてくださいこれはもう無限にあるんじゃないですかねえということは皆さん非常に参加しやすいとなっておりますので振るって思いついたやつは晩年送ってきてください。お待ちしております。いきましょう。一発目。埼玉の蜂蜜一家さんの。なぜだかわからないけど。に続く言葉でボケてください。<music> 昼ボケがかぶる。 あるよねえ特に下ネタみんな同じ感覚になるんだよなうんはい続きましてラジオネーム「国分寺の加藤ちゃんのなぜだかわからないけど」に続く言葉でボケてください「<noise> ラジオ沖縄のビルはわかりにくい角にある」「<laughs> なぜだかわからないけど」ってこれはもうしょうがないも建物が建ってるところなんでね <laughs> はい 続きましてヒローキティさんの「なぜだかわからないけど」に続く言葉でボケてください <music> 山崎雅義が「ちゃう歌いい」<laughs> これ最近のネタだな <laughs> いややなぜだかかるだかかわるろうやあんまり歌わんかったからてえやトークが多かったからっつって次はちゃんと歌いますっていうことですよね。 ナジオネームモーヒング娘さんのなぜだかわからないけどに続く言葉でボケてください <music> 隣のおばあがウインクし始めたなん <laughs> でかななぜ <laughs> だかわからないけど気になるよねうーんまあ目にゴミ入っただけだったら別にいいけどそうじゃないんだったらまた、ね、別の理由が考えられるからねあすごい 日本採用とということで石ころさんの1本目「な、え、ぜ、ー、だかわからないけど」に続く言葉でボケてください。「道頓堀から川に投げられた」<laughs> うんこれじじネタですねもう1本「なぜだかわからないけど」に続く言葉でボケてください。俺にやぐいをかけてくるおじいがいるんでよや俺牛じゃないよや。 ひいひいじゃないよ <laughs>、はい、ありがとうございますいいっすね続きまして玉まィろさんの「なぜだかわからないけど」に続く言葉でボケてください「<music> 今日は看護師さんがハイテンション」なんでなんでテンション高いんだろう誰かイケメンが入院してきたイケメンの先生が来るなんでしょうこれ はいありがとうございます埼玉のはちみつ一家さんの「な、え、ぜ、ー、だかわからないけど」に続く言葉でボケてください <noise> 日が当たっても影ができない <laughs> ちょっと怖いやしこれんで影映らんばっていうこれ,これ怖いですねこれねなぜだかわからないですね、えー、続きまして エイジ伊達さんのなぜだかわからないけどに続く言葉でボケてください <laughs> 全体的に股間が白っぽいほ <laughs> らあや <laughs>、はい、ありがとうございますなんでですかね <laughs> ご本人が一番わかってんじゃないかなと思いますけど、えー、続きましてあ絶好調エイジ伊達さんの なぜだかわからないけどに続く言葉でボケてくださいみんなから高年期じゃないと言われますああでも男性もなるって言うからな高年期なうんはいありがとうございます続きまして黒幕さんのなぜだかわからないけどに続く言葉でボケてくださいポケットに持ちが入っている なんでかなこのもちいや来る時にやだ桃太郎になったんじゃないかや <laughs> あ俺と一緒に退治しにいかんかって誘われたんじゃないかうんはいありがとうございますあれ黄み団子かあれは <laughs>、えー、ラスト中分中だけど何かあさんのなぜだかわからないけどに続く言葉でボケてください <music> ティーサージが好きああありがとうね <laughs> ただこんなのはいらないよなぜだかわからないけどただ普通に T ーサージが好きでなんでか分からんけどなじゃないよやこんな理由ある必要かこんなのまあ別に好きだけでいいやし俺 <laughs> ありがとうございますさあ出そろいましたじゃあですね本日のベストオーギリストは CM のあと発表しますのではいコマーシャルさあでは本日のベストオーギリスト決めますよ今週のお題ねなぜだか分からないけど に続く言葉でボケてくださいはい。な、え、ぜ、ー、だかわからないけど山崎正義がチャー歌い <laughs> ヒローキティさんわかるだろうやいやわかるから書いてるんだよなぜ <laughs>、えー、だかわからないけど日が当たっても影ができないちょっと怖いしね埼玉の八滅一家さんどうしたんでしょうかはい。えー、京一これですかねはい。えー、英二伊達さん なぜだかわからないけど全体的に股間が白っぽい。な <laughs> んでわからんばい自分のこと。ね。はい。ありがとうございます。ということで。えな、ー、ぜだかわからないけどに続く言葉でボケてください。お待ちしております。はい。ではアンケートを戻りまして。お家に入れなくなったことがありますか ?A があります。B がないです。えー。 はい、さあ、ヒープさん、いつも美人の味方、チームアイコ代表取締役、エロザイルです。はい、こんにちは。早速アンケート B。入れないことはないけど、入りにくかった期間はあるやつさ。中学生の頃、たまたま部活が予定より早く終わって、すぐ家に帰ったら、父ちゃんがエロビデオを見ていて、気づかないふりして通り過ぎて部屋に行ったことがある。それから、予定外で早く帰るときは、帰りにくかったやつさ。大時間まで頑張ってください。はい。<laughs> リクエスト、牧原。 のりゆきどんな時も <laughs> どういう意味やがや <laughs> はいまああの大人になったらわかりますよね大人にもいろんな事情があるっていうのはね、うん、そうですねはいイレギュラーでやるときは連絡した方がいいですよ今から帰りますよっつってねはいいろいろありますからね、えー、はいさあヒープーさん「都のせいちゃんですわお久しぶりだわねおお久しぶりですね元気ですか?」。 アンサー B ありえないわ毎度笑われる,われるけど鍵ないのにな何かちょっともう衝撃どうやなんで鍵ないって <laughs> あるよやあるけど使ってないってことでしょ大丈夫なのうんはい盗まれたりしないのすごいなもうこれで成立してるってのはすごいよねでもね イブさんこんにちはアンケート B 島で鍵閉めてる人いないはずよ盗る思いないし知り合いの家も鍵開いてるから勝手にビール飲んどけって本当ならありえんはずね島か島の生活今も鍵ないかすごいね私ちっちゃい時はあまり鍵もかけてなかったよ確かにうんまあまあ別に 都内のすぐ都内だったから鍵かけないでも見とってねとかよくやってましたけど今はちょっとね、うん、そっか島ではまだ残ってるんかねすごいねなんかこれをまたねあの悪用するような人が出てこなければいいですけどね本当にねこんにちは玉の浦のツ司ですこんにちは。 自分自身もありますが玄関ドアが開かないっつって入居者から連絡があって開けに行ったこともありますよ僕たちが呼ばれる時は大体鍵ではなくてドア枠が経年劣化で変形して食っている時ですねあ引っ張ってもあかんってことか皆さんドアが開けにくいとか思ったら我慢して使わんで大家さんに相談してくださいね閉じ込められたら大変するよ特に携帯持ち込まない風呂場とかねではではうーんはい 玉のケツのさんありがとうございますこれね地震の時もよく言うんですよねまずドア玄関のドアから開けた方がいいって枠が歪んでしまったらもうドアが物理的にあかん子なのからドアから開けましょうってやっぱ言いますけどねうん,うんいやでも最近でもほら2位とかでもおなんかビビるさ震度2位でもあの時にドア開ける余裕があるかなと思って俺全然やったんだやっぱ日頃か考えとうかんとあかんなあれはな、うん えー、ラジオでも書いいてないですねコンビニの駐車場や販売機の前でエンジンがついたまま小さい子どもが鍵を閉めて母ちゃんらしき人が大声とジェスチャーでこここ上に上にげてててととか言っっジェスチャー混じりりでやっていたたのを見たことがありますしかしまあ30年前だったので学ランつけたヤンキーが「おばさん開けるか?」と言ってました「お願いします」とお母さんボスのヤンキーが「えー、針金とか探してこい」とか言っていて無理やりこじ開けて車のドアが開いた。 お母さんはヤンキーに車を渡してありがとうねと頭を下げていたでもさ針金とかでこじ開けたら修理代が高くなりミートンダーを応援したかもねはいちょっとラジオネーい書いてないいんですけど、はいあのはすね、昔の車はい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 いは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  ね、ドアのこの肘のところにもね出ててあれ押してやるやつとかはドアのなんかこっちのゴム側からこんなにしてからにハンガーあるさハンガーあれバラしてからによ前フックみたいにしとってからねこっち側からこんなにしてこうほいって上げて引っ掛けて上げたりあとあの L 型のバンジョーガニがあるさわかるバンジョーガニ直角測るやつあれ入れてからに窓のところからこんなに入れてからに <laughs> この人が開けよったわけよ。うん <laughs> 何も盗んでないよ俺は言っとくけど盗んでないけどこんなのがあるよっていう風の噂さ。<laughs>